はいどうもキンディです。よろしくお願いします。ということで今回もパンティラッシュやっていきましょう。ということで、はい、今回はですねこちら、はい、ドンキホーテドフラミンゴ若ドフィですね。はい、こちらを使ってやっていきたいと思います。うん、で今回はですねメダル、まあいつも CP ラインとかね、あのウソパチとかのやつを使ってるんですけども、今回こちら、はい、回復メインメダルにしました。はい、まあなのでまあ使ってる方もいますね、この3時ウソップってやつを。はい、でまあ個人的にはちょっと初めてなんですけども、まあクリティカルが発生した時体力が 3% 回復で、クリティカルが発生した時 3%、 まあこれで計 6% ですね。はい、で、こっちはですねスキル2短縮という感じで、まあスガキの方ですね、シールドを短縮と。うん、で中身がですね、まあこのまあちょっとしょぼいんですけども、意外にね回復の方が俺的には戦いやすかったね。うん、なんでっつったらね、やっぱり HP 下がると火力は確かに若ドフィ増すんだけど、心の余裕がね心の余裕がまあね、あのできる、やっぱ体力あるっていうのはね。はい、まあなんで、よかったらね参戦闘を見ていってください。どうぞ。はい、それではですね1戦目やっていきたいと思います。よろしくお願いします。そう、はい、ということでもうねこの回復メダル、そう、心にゆとりができるメダルです。そう、皆さん心に余裕ができれば、そうですね、人は優しくなれる。そう、心に余裕がないから人に優しくできないと。はい、まあこの皆さん聞いたことあると思うので、そうです、バウンティーも一緒です。心に余裕ができればプレイスキル、もっと余裕を持ってね、こうね周りを見渡せる、もうこれ間違いないので、でことで今回このドフィのメダルという感じですね。さあまずは、上は譲りません、いきます。私、さあペロペロと外役のコンビです。さあと、あお、赤犬ですねこれは、よいしょさあ、いやそれはありがたい、よいしょ、出すもん出せ、オッケー、出た。うん、で、円中入ってるね、オッケー、ナイスナイス、オッケー、よいしょ。うん、さあ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 、逃げないでいてくれるのは助かる、よしよし、このままはめて、さあスガキももう短縮、さあオッケー、さあこれで赤犬切ると、いやこれは開始早々なかなかラッキー。うん、ちょっとかわいそうでしたけどね、上赤犬1枚ってはい、俺がね上1枚になったパターン場合はね、多分な俺下でもう行きますもう無理なんでね、頑張っても。さあ、よいしょ、あー、オッケー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 、さあもう逃げらせ、もうこれ逃げられたらもうね、もうミリまで持っていくだけよ。さあオッケー、ぬすがきできた、オッケーと、うん、頼む、誰か一本取ってくれ、いや嘘でしょ、嘘、そんな前いた、いやおでん取れるね、オッケー、ナイスナイスナイス、でかい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 、さあよしよし、オッケー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 、ナイスナイス、オッケー、でスガキも溜まった、でかい、さあこれ起き上がりスガキ、うん、当たれ、いや無理か、カウン、いや持っていけねえな、くそ、いやちょっと待って、いや怖い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 、一回巣に戻って戻ると見せかけ、くそうん、まあここは取り切れるからでかいね、よし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 、うんーで、こっちのブーストだね次は。さあでこれで敵もねブースト2回来ないね、あオッケーオッケーオッケー、全然大丈夫大丈夫。うん、さああそこ頑張ってるところ行きましょうか。うん、あかん、おでん、やめてやめて、お願い、よいしょ、あ、いやナイス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 です。さあこれでおでんがオッケー、ガンも使った、これ刺さるやろ、当たらん当たらん、もうちょっとスガキなんとかして、さあこの巣があれば私は無敵です。うん、ちょバンドマン、あ俺の巣なんやけどうん、まあまあまあ、よいしょ、はい回避使った、パラサイズ、オッケー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 、うん、さあよしよし、ここ取れる取れる、さあもう初期はもう頑張ってもらって、うん、まああれ握られてるから俺行っても一緒やな俺行っても一緒、さあこっち守ろう、巣さえ張って、あ待って、よいしょ、オッケー、雷鳴、お前もか、スガキ消えたし、ちょっと待って、いやナイスの日、カウンター怖い、いや待って、あおお、いやいやいや、もうこれはいけるいけるいける、うん、これ取られても大丈夫、いけるいける、あオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、うん、さあこれ上も取れるね、オッケー、さあ余裕のこれよ、うん、あごめんなさい、
さあそれではすでに攻めやっていきたいと思います。いやなかなかねいい感じはしている。うん、やっぱりね心に余裕ができるってのは大切だよ。マジで大切だ。うん、さあ行きましょうか。さあ、ドフィ、お、ドフィコンビからのウソップマルコで、あ、カイドウ、そしてレイリー、ウルティ、ロジャーと、うん、まあ多分マルコ多分カイドウのとこぶっ込みますねこれ多分。うん、まあなのでちょっとねしっかりと後ろの旗を守りつつ、守っていく、守っていきながら攻めつつっていう感じでね、まあちょっと難しいんですけど頑張っていきましょう。さあウソップさんがあっち行ったね。うん、オッケーオッケーオッケー。じゃあそこ誰いるかな。ロジャー下だったよね多分。あーロジャーやってくれてない。いやでかいでかいでかい、ロジャーをやってくれるのはかなりでかい。うん、さああそこ取っ取ったのでかい。よいしょ、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。んでこっち来るかな。いや来ないな。うん、さあ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 、おっと、おおおえぐ、なんかマルコのさこの包囲なんかちょっと良くなってないですか。出た当初より気のせいですか。なんか今のめっちゃかっこよかった。あ取られてるか、ごめん。終わり際パラサイス。うん、さあだいぶダメージ与えたね。さあ数学は張りません、ありません、ありません。オーケーナイス、回使ったらでかいぞ。オーケー、あとははめろ。よし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 、はい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 と。うん、さあオッケーと真ん中誰か来てる、ちょっと待って。うん、誰だ。うん、ちょっと待って。さあ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 、よいしょ、離してください、離してください。オーケーオーケーオーケー。さあでオッケー、うん、通させません。オーケーナイス。でブースト来た。うん、よいしょよいしょ、オッケー。どうしたの混乱がちょっと難しかったんかな。よいしょ、回避使ったのでかい。さあ待って、あれ届かん。あ待って、よいしょでかい。それさあこれでレイリーは、あれ、あブーストタイミング良すぎんかそれ。神ブーストや。待って待って待って、瞬間移動したいんだけど。まあでもまあここではめちゃうはめちゃう。さすがき短縮、いやでかいこれ。あ待って、おで、うんで、よいしょ、あやばい、よし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 、さすがき。うん、オッケー、どっちかやった、レイリーかな。オッケー、ナイスナイス。さあおでんをやりたかった。いやいや、くらい、くそー。まあちょっと待って、これさすが、おー、もうなんなんそれ、それそれせこない。うん、さあオッケー、くらい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 、よし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 、もう一回ブースト来るね、これはでかいね。さあ HP もかなりある、まだ一落ちもしてない。スガキここでしょ、オッケー、ナイスナイス。ずーっと戸塚の様子を見てた。さあよし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 、どこだ、ここがちょっと怖い。で上取られちゃうね。んーであそこ2枚いるからさすがに大丈夫かな。これ裏一瞬で取られる。んーだってやばいこの数学機。あオッケーオッケーオッケー。んーであっちは、んーでこっちドフィーいるね、大丈夫やね。ここここだね、もうここだけだわ。んーよし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 、オッケー、邪魔させん邪魔させん、オッケー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 。いやー気持ちいいわ、よかった、ナイス。はい、それではですね、続いてもやっていきましょう。昼アラバスタ編になっていきますと。さあ、バレットとペロペロ、今、敵さんにいましたよね。多分ね、いたね。はい、フェス界のアタッカーの重鎮たちが勢揃いしております。さあ、そしてこっちにはジャックがいますからね。さあ、これは面白い戦いと。頑張っていきましょう。さあまあ行きましょうか。裏取りはないですね。さあペロペロちょっと怖いんだよね、ペロペロね。さあペロペロが初期取ってんのかな。でヤマト離れたね、離れましたね。これはちょっとどういうことだ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。さあそれは元気よく万歳してからのもうあれですもんね、もう本当に気分やすもんね、万歳してると思ったら急に地面叩き始めるからな、どういうことやねんはい、さあレイリーさん、嘘でしょ。いやー今スガキ切れるタイミングか、いやすごいな今の。見ててましたね。いや待て、ペロペロいる。あはいはい、ペロペロは横からの攻撃に弱い。そうです。将棋に例えるとこの人強者なんです。はい。で、オーケー、ナイス。バレットやっていく。でかい。で、これ肉あげます。さあ、これで皆さん、HP は平等。で、若ドフィが来てる。
さあ、おでんが来てる。んーで、あそこは若時頑張れよ。うん、任してください、任してください。この旗の上にもう、すがきを貼る。あ、ちょっと待って。いや、ブースト来た。あっち、どうする？こっち来る？いや、来ないね。待って、これ後ろがどつけるんじゃん。んー、よいしょー、これはでっかい。よいしょー。さあ、おでん、あ、3D でしたね、今の。さあ、OK と。うん、これでやれるでしょう。OK。うん、ガンもないもんね。OK と。さあ、おでんやっていくと。んで、ゲッター続いて、ヤマトレイリー。お、ペロペロが出てきましたね。さあ、ここ助けてあげれませんでしたね。さあ、とりあえずパラサイトで、スガキ短縮はかけていく。肉、肉、肉、肉。で、さあ、握るのは、いやー、来たね、ペロペロレイリー。ちょっと怖えな、それは。うん、いやー、あ、何このポーズ、チェケランみたいな。チェケランってなってる。恥ずかしくなって急にスンってなったね、ドフィー。そうやもんな、ドフィーが急にチェケラーしてたら怖いわな。ちょっと待って、ね、うん、いや、あなたは、いや、正面からは勝てます。そうです、私は金にもなれるんです。スガキを張ったら金にもなれる。まあ皆さん、将棋してる方いたらね、まあぜひとも、はい、まあしてない方でも、まあとりあえずね、はい。さあ、でもやることなくなりましたね。で、あそこ、あー、もういいや。無理してね、攻めていってね、カウンター浴びるのが一番怖いんやんでね。あそこで元気よく万歳してますね。バレット。バレットさんがもう試合放棄と。はい、ヤマトはもうここはスガキ張ってしまえばもうここは取られないと。って感じですね。オッケー。いや、ナイスナイス、チェケラッチョー。はい、ということでですね、参戦終了でございます。ありがとうございましたと。はい、いうことで今回、回復をね、まあメインにしたドフィー。まあやっぱ、しっかりとね、まあ味方が強かったっていうのもあるんですけどね、まあしっかりとこう3分で、ね、生き残って、やっていけた、まあなかなか面白い、今回動画となったんではないでしょうか。はい、まあぜひとも皆さんも、ね、回復型ドフィー試してみてください。ってことでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。